かね、わかんないけど。こんばんは。今日はナングラします。もう実は考えてあって、なんかこれ白紙じゃないとわかんのかな、最近家に白紙の紙がなくて、なんか勉強用のやつやねんけど、勉強用の補充してた予備のノートみたいなやつやねんけど、それでもいい。あ、もごめん来た、よかった。なんかもごめんの写真さ、やけどなんかあの長崎行った時の行った時に撮った写真を載せようと思ってたんけど、なんか全然違う写真載せてもらってしょうもろかったくない。NMB48 14周年を迎えるということで、14年前の自分に気合を入れる一言やっけ。私はもう考えてまして、14年前って言っても今16歳か2歳やねんけど、2歳の時に何言うねんって感じよな。けど私は勉強ちゃんとしときやー言うてね、ちょっとそれを一番に私は伝えたいと思います。勉強しないとね、理科のドリルを渡されるよって。え、やばい、なんか気に入らん。リアル？あ、すげえ、めっちゃ綺麗にちぎれた。でもこういうのめっちゃあのなんか下手やねんな、ちぎるの。晩ご飯食べました。ゆきのちゃんの数少ない弱点の、いや弱点なんかいっぱいあるで。食べた？何食べました？世界かわいいよ、世界かわいいよ、不思議だね。刺身食べた？何食べてるの？みんな。そう、今日なんか大阪暑くない？ゆきなの着てる服が分厚いっていうのもあるねんけど、サバいいな。サンマゆきのもこの間食べた。2歳の頃の記憶ある方ないよ。2歳の記憶がどれかもう分からへんもん。そう、なんか暑いやんか。で、昨日エアコン、なんか自分の部屋にエアコンついてるねんけど、めっちゃなんか
うるさいんよエアコンがね。だから今扇風機で頑張ってるねんけど。フランスパンかじりながら見てる。夜ご飯フランスパン。いいね。釜揚げ、釜揚げっていうものかな。ほらこういうことになるね。釜揚げ、しらす丼。いいね。しらす丼食べたいな。エアコンクリーニングします。エアコンクリーニング、エアコン、エアコン別にあのあれやで、うるさいっていうだけで全然綺麗なんですけど、綺麗やけどうるさい。3枚を満たし大丈夫。だいぶレベル低いな。なんか暗いよな、暗いよな。ライトつけたいんやけどさ、ライトのスイッチ、コンセント、このなんか三脚みたいなやつで今やってんねんけど、三脚にライトついてるやつで、リングライトみたいな、そのリングライトのコンセントを刺さないとこのつけられへんねんけど、コンセントが遠い、遠いから、ちょっと今日はこの暗さで、はい、お召し上がりくださいませ。間違えた。全然このクラスで頑張ってください皆さん。何書こうとしたっけ。あ、勉強な。 OK、 インク出るかな。ちょっと立ち位置表で試し書き、あ、出ます。勉強とかの話になるとね、ほんま私のファンの方はすぐになんかガッタガタなって思った。数学の問題とか出してくるんですよ。ひどいですよね皆さん。こんばんは。雪だとおらず大丈夫です。本当ですか。え、違うね、コンセントにさ、うん、扇風機を消さんといてくれる。え、あとドア開けるんやとテレビの音消してバンされるからやめて。ちょっとテレビの音やめてお願いから。じゃ消してって。消したよ。ユンのショールームを見て。音でかいな。騒がしいよね。なんかえママ扇風機、扇風機バリ歩きないねんけど、いける？雪乃ちゃんおことかじゃない、違う違う。頑張ってくれてはいたんやけど。ふいに？うん。物持っていかないで。あ、そうな。うん。普通に喋らんといて。え？雪のママが荒ぶってる。
え、テレビの音聞こえてた？ごめんな。扇風機今なんか1,2,3,4,5,5 なんか5,6,7,8,9,9か10段階ぐらいあって今5やねんけど、さっきなんかコンセント、扇風機のコンセント抜いたからリセットされて1になってん。1やと全然なんか風こんくてやる気なかった。しかもほらもうなんて書こうとしたっけ、なんか延長コード持ってきてくれたんやんか。あ、そう、段階多いねん。そうやね、延長コード、ママのママは OK だけどパパの声はバンされるかも。あ、そうなん、そんなんあるん。指ポキポキ鳴らしてください。え、鳴るかな。あ、鳴った。あかん、これいける、バンされへん、いけるいけるかな、どうしてかな。なんて書こうかな。理科のドリル別にいいか。14年前もきっと可愛かった。男の声入ると止められることある。あ、そうなんや。じゃああかんな。東京ライブ終わりに見てファンになりました。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。もう決まった、決まったよ。ママ配信の時いつもそばにいる。そう、もう基本配信するとき、家で配信するときとか夜やからな。家族全員いてリビング割と近いのよ。やっぱ暗いのなんか気になるな。そう、延長コード持ってきてくれたはいいねんけど、そう、なんか刺すやつ、プラグ、何、なんか分かれてるやつあるやん。しかぽよの声入っても止められないけど、あきら先生まで。ここにあるかな。なんかさ、ここしかないねん、リングライトのコンセントも。なんかここしかなくて、その先がないのよ。あっち持って行ってもた、やってもた、やってもた。なんこれ、日焼け止め出てきた。ありませんわ。そっかな。今から勉強してくの大変なことになるよって言ってもさ、何が大変なんて感じよな。あ、それこれしかなくて、よいしょ。ほんまに感謝。明るくなったよ、明るくなったよ。
はっはっは。いけそう。雪乃の自分の携帯の画面も明るくした。いいね、見やすい。明るくしすぎたかも。こんぐらいやね。かな。なんて言ったらいい？いやそれよ、決めてきたとか言ってな、全然ながら進まない。いやほんまな、なんか野菜いっぱい食べて成長するやんで、あと勉強もしてきやみたいな感じ書いててんけど、書いてたやつはもう出来上がってるんよ。ここにあるのもすごい目の前にあるねんけど、なんかちょっと気に入らんくて、裏立ち位置表やしなんか真っ白の 紙がないから、立ち位置表の裏に書くしかないと思って、そう立ち位置表の裏に書いててんけど、ちょっとなんかやっぱメンバーの名前とか曲名とかが反射して、ま、反射するっていうか透けて見えてまうから、あかんなぁ思って、裏出しよそう。違うねん、ちっちゃいねん、ちっちゃいし、これ線入ってるし、え、じゃあこれでいいやん。いや別に喋ってもいいよ、もうもうええよ。そう再利用いいやんとか思ってんけど、もうがっつりな、がっつり写ってもらってたから、一回試しに写真撮ってみたいな、でその写真にも反しなんか透けて見えてて、でそれをなんかいかにうまくその透けて見えてるのをなんか消せるか、加工アプリで消せるかみたいなのやっててんけど、ちょっと無理やと思って、なんか書かれてる透けて見える部分が多すぎると思って、ちょっともう諦めました。立ち位置把握したら紙子 やりやすくなるから見せてほしい。あかんで、あかんで、ほんまにあかんで。そう頑張ってはいたんやけどな。え、だってさ、あとなこんだけのこんだけの量で何が書けるっていう話よ。Google の CM みたいな感じで、そうそうそう、めっちゃ別のアプリやってんけどな。どうしようかな。勉強したかな、将来ファンの人にネタにされるよ。いやスルーしていくでいいけど、いやあかんか、人参にしようかな。じゃあ勉強あかんのやったら人参やわ。
勉強は危ない。うわ、先上手にちぎれたのに。なんかちょっとさ、ちょっと残る感じ、いやじゃない？すっごい嫌、雪の。だからちょっと残ったやつも綺麗に取る。今日は何してましたか？今日って土曜日？日曜日？何どっち？もうなんかここおったらさ、ほんまに曜日感覚なくなってて、あ、昼夜やったから日曜日やな。オッケーオッケー。もうなんか今日平日か、あ、日曜日。オッケーオッケー。今日平日か休日かみたいな、祝日かみたいな、それだけ分かってれば趣味いいと思ってる。すごい、何歳ですかコメントがすごいよ。16歳です。今年で17歳です。セブンティーン、花のセブンティーンだよ。このセブンティーンなったからってなんか変わるっていうわけじゃないねんけどな。そうだよ、明日からまた学校やない。そうだよ、準備しないとない。キムさん心が大人すぎるから。そんなことないですよ。けどなんかちっちゃい頃から大人もだんだん年取っていくにつれて、それがなんか普通になっていくからね。10月もう3連休ある。マジで？しゃ、そういうモチベに生きていくわ。昨日って肌綺麗よね。そんなことない。じゃ、あの一番雪のが荒れやすい肌の部分はおでこなの。そうだから、その一番荒れやすいおでこが今でさ、荒れ期来てまして、そうだからギリギリ映ってないんだよね。10月は周年コント3連休がモチベ。確かに。え、周年？来週？え？再来週？え？再来週？再来週？あと9日？すごいやん、すごいね。周年のリハって始まってる？始まってなかったらだいぶピンチだよね。あと9日でね、うん、再来週？ほんまに？だいぶやばいな。ピンチピンチ。まあもうさっさと書いてって、ほんまにもう遅い。今月は東京2回、来月は周年ライブ祭りだね。そう、なんか今月は4件
43件。いっ、なんかいろんなとこ行きました。そう、東京、横浜リーナでライブして、千里ヶ浜行って、でおとりたちで長崎行って、いろんな場所そう、長崎行って、でエモストでおとりたち行って、間違えたエモストで石川県行って、そういろんなとこ行きました。ステンボスね、初めて行ったよ。楽しかった。ちょ、もう早く書いてって。もうなんかさ、2個やるのがほんまに難しくて、なんか書きながら喋ってコメント読んでとか無理やね。2カ国かな、まずそっから考えてって話。もう、どうしよう。オッケーオッケー。なんて、何がオッケーなの。始まって28分やばい。そのさ、なんかしょうもないな、すごいね。なんかありがとうね、見てくれて。そう、マルチタスクほんまに苦手。ちょ、ごめん、なんかこのさ、喋ったり喋ってなかったりしょうもない配信な、ありがとうな、見てくれて。ごめんな。じゃあもうさっさと書くな、試し書きさせて。あ、なんや、試し書きしてた立ち位置表、周年のかと思った、びっくりした、東京のやつやった。人参ってほんまにさ、いろんな料理に出てくるだよな、ほんまに。いや、みちこり。オッケー、決まった。本日は裏なんばちゃんでしたっけ。9時21時からスポキンです。カレーの人参もダメ。もうほんまになんか玉ねぎぐらいちっちゃく、もうなんか煮込んでる間に溶けてまうだなぐらいの大きさの人参やったら全然食べれるねんけど、チャーハンギリ無理やな、あかんの。
いやびっくりした、なんか落ちてきた。あ、ピンや。後で拾います。え、困るってこの字で合ってるっけ。え、る、るひらがなで書くのほんまに嫌や。他に食べられないに野菜ないん。あ、これ合ってるよ。危な、危ない、ふう、危ない。他に食べれへん野菜、ナスビとかピーマンとか、なんかよう最近のうちで夜ご飯作ってくれてて、でピーマンの肉詰めめっちゃ出るねやんか、ほんまに。なんかピーマンの肉詰め出たら、あのピーマンの中に詰まってるお肉だけ、あの出して食べてる。ピーマンだけ残して、残してピーマンママかお父さんに食べてもらってる。引き出しめっちゃ頭良さそうなんやけど、そう、めっちゃ言われる、めっちゃ言われるねんけど、ごめんな、逆やねん。ピーマン外すスタイル、そう、ピーマン食べれへん、ピーマン食べれへん、ピーマン、ナスビ、人参、ゴーヤとか、他なんかあるんかな。豆苗、豆苗って辛いやつ。せっかく詰めてくれたのにあんまりそうやねんけどごめんな、外しちゃう。え、豆苗、え、なんやっけ、貝割れ、貝割れが辛い方。いや、なんかちょっと食べれへんねんな、貝割れかな。豆苗は違うわ、貝割れだ。特に、あ、やばい、あ、オッケーオッケー。あ、そう、会話、変わる、会話やんな。大根おろしも食べれへん。パクチー、春菊、食べれ。春菊ってどんなやつ。なんか七草がゆとかに入ってるやつ、また違うか。七草がゆに入ってる葉っぱめっちゃ覚えてたな。うわー、なんかめっちゃ汚いしみたいなもんなんけど、何、今何歳、16歳。歳ってこれで合ってんの、怖っ。違う字書いてもた。うん、めっちゃ違う字書いてもた。まあ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 、許容範囲。できた。できたよ。2歳の自分へ
餌いっぱい食べれるようになったかな。まるで特に人参な。16歳の自分へ。できた。28分間30分ぐらい、何分かな分からへんけど、見てくださってありがとうございました。え、間違えた、ほんまや。え、これもう一回書かなあかんやつかな。ほんまやほんまや。なんかこの先生か誰かに間違えた字はこうやってごまかせって教えられた。なんか芋虫みたいな、なんやっけ、木とかにぶら下がってるやつ。できた。まあまあまあ、そのなんか審査員さんに提出とかじゃないから、使ってこう、これ芋虫で消すのいいよ。ずっとやってる、そっから誰かに教えられてから便利。2歳の歳はひらがななの。そう、ひらがななの。そう、2歳だから。いけるよ。終了。ランキング読みます。最初のやつスクショしたらやめてやめて、ほんまにやめて。いきます。13位メガネさん、ありがとうございます。12位イナチャさん、ありがとうございます。11位陽平さん、ありがとうございます。10位タカフミさん、ありがとうございます。9位サトキュンさん、ありがとうございます。8位ナグノンさん、ありがとうございます。7位コバリさん、ありがとうございます。6位ダンさん、ありがとうございます。5位ジョーさん、ありがとうございます。4位つるちゃんさん、ありがとうございます。つるちゃさん、ありがとうございます。3位プニちゃんのプニって知ってるところさん、ありがとうございます。2位フットムーンさん、ありがとうございます。そして1位バリーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、お写真撮って出してきます。ありがとうございました。明日もまたリハーサルがあるんですけども、ちょっとなんか今日と同じ時間帯ぐらい、9時から8時から、ちょっとその辺は分からないんですけど、はい、またルームスの方で、私の個人ファンクラブの方でも配信したいなと思っておりますので、また来てください。頑張ります。ありがとうね。ありがとうございました。はい、月末のルームス配信です。ありがとうございました。約2000人の方来てくださりありがとうございます。またね。ありがとうございました。